はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら、フォックスフォックスゼロさんのですね、野良大戦300勝記念、交流戦の中からですね、リプレイをお届けしたいというふうに思うんですけども、あれですね、ヨーロッパ国境がだいぶですね、解放され始めてきました。まあ、ヨーロッパ域外からとか、域外へのというのは、入国出国後その国で、まあ、14日間のね、その隔離期間なんかがあって、まあ、なかなかまだ、そう手軽にはできないんですけども、ヨーロッパ域内であれば結構移動のね、制限っていうのが解除されつつありますね。もうほぼほぼ解除されたって言ってもいいぐらい、じゃないかなって思うんですけども、まあ私もちょっとしばらくね、とは言ったものの、ドイツ外から出るのは怖いななんていうふうに思うのと、日本にはちょっとまあしばらく帰れないなっていう気はしますね。空港とか飛行機の中がまだちょっとね、まあ多少不安はあるっていうのもあるんですけど、まあね、早く、まあこれが正常化してですね、ぜひ、ポンコスのボンクラボンジュールさんをですね、ドイツに来てもらえるように、来てもらったら僕、チームメイトだからダメなんだ。来てもらってもいいような盛り上がる環境にまた戻ってきたらなというふうに思うんですけども、さて、本日のね、テーマ、クイヒーですね。皆さんお待たせしました。クイヒーです。やっぱね、好きな方多いですよね。僕も大好きです。うまくできないんですけどね。それをですね、ぜひ今回お話しさせてほしいというふうに思うんですけども、クイヒーパートって実は、二つに分かれると僕思うんですね。一つは、最後までクイヒーをクイヒーとしてやり続ける、やり方。何言ってんだって感じかもしれないですけども、クイーンとヒーラーが最後までちゃんとペアで生き残るってことですね。で、もう一つは、途中でクイーンがやられちゃってもいいパターンですね。で、このやられちゃってもいいパターンっていうのは実は、クイヒーディガホグとか、主力が陸のユニット、ホグライダーでも、まあ、イエティでもいいかもしれないんですけども、陸のユニットの場合には、ヒーラーがスイッチしますよね。なんで、やられちゃっても最悪、ヒーラーが無駄にはなんないんですが、空ユニットを使う場合っていうのは、ちょっとそうはいかないっていうことですよね。で、本日はですね、若干そのエンターテインメント性も含むんですけども、クイヒのね、うまい攻めをする人のクイヒを見ながらですね、どんな風にじゃあその後のパートを展開していくのというところ、ぜひですね、ご覧いただきたいと思ってこの動画撮っております。合計4本見てもらえたんですが、クイヒ、なんとか系の戦術っていうのが3つ。で、まあ主にドラゴンかな。うん、クイヒドラゴンが2本ですね。で、最後はドラゴンラッシュっていうのもちょっと見てもらおうと思います。まあ、スーサイドドラゴンに近いやつですね。まあ、クイヒする必要がない場合っていうのはどんな感じなのかなというところをお話ししたいんですけども、これやっぱりですね、スーパーボールブレイカーいいですね。この1個前の動画かな。でもお話ししたかもしれないですけども、クイヒとスーパーボールブレイカーの相性めちゃくちゃいいので、おそらくですね、スーパーユニット増えても、クイヒよく使う方は、こう、スーパーボールブレイカー使う人多いんじゃないかなって思います。で、レイジプラスの、クイヒであれば、こんな形、クロスボウ2本プラスの大砲テスラぐらいのダメージだったら全然耐えてしまうんですね。なので、言ってしまえば、なんていうのかな、ヒーラーが、対空砲からこう横打ちされるだったり、あとはまあマルチインフェルノに捕まっちゃうとかね。まあ要はヒーラーがダメージを受けないようにコントロールさえできれば、そうそうですね、今の環境って、クイヒーを止めることができないって言えるんじゃないかなと思うんですね。うん。まあ、クイーンのその体力も結構、まあそうは言ってもね、2500かなぐらいあったと思うので、ぐらいあったってすごいいい加減ですけどね。なので、多少のダメージがあっても、まあ、それを、乗り越えて防衛を壊してくれて、また火力が下がったらヒーラーが回復するっていうね、この繰り返しですよね。によって割と、難所を突破できちゃうっていうのがあると思います。で、まあ、こんな感じでアーチャークイーンってやっぱり、攻撃力が高いので、どんどん壁を開けていってくれて、まあ、最終的にはこんな感じですよね。もうタウンホールまで壊してくれて、さらにこっちのエアスイーパーとかの方まで、歩みを進めていくっていうことができると、まあ、いうことですよね。で、中心部分をこうゴリッとですね、アーチャークイーンのクイヒーパートで射抜いていきます。で、そうすると、あとは外周はもう、ゴリゴリ回すだけになってくるんですよね。で、回すユニット何がいいのっていうと、ドラゴンがですね、結構相性がいいかなって私最近思います。ヘボイ、まあ僕みたいなね、まだまだその中級ぐらいじゃねえのっていうプレイヤーだと、クイヒー途中でやられちゃって、ついてるヒーラーが全部パーになっちゃうので、そうなるとですね、もう全然話は違うと思うんですね。違うと思うんですけども、こういう形で、クイヒを最後まで生かすことができる方であれば、で、さらにそれがですね、外周舐めるだけじゃなくて、中心部までですね、こう歩いていく。今のパターンで言ったら、ここからこうクイヒスタートしていって、ロイヤルチャンピオンを倒しながら、タウンホールも撃破して、防衛軍も潰しながら攻撃してますよね。
そうするともう実際にここ全部アーチャークイーンがもっとかこのくらいか壊してくると言っても過言じゃないですよね。そうするともうドラゴンは外周を逆に外周をドラゴンをぐるっとこう舐めるだけっていう感じになってくるんで、まあ、こういうような、ね、詰め方ができてくるとかなりですね、ドラゴンの強さが生きるんじゃないかなって思います。でなんでそのドラゴンのね、強さが生きるっていう話になるのかってとこなんですけども、ドラゴンって個人的にはすごいバランスが取れてるユニットかなと思っていて、まあ、当然クロスボウ対地とかあとはなんだ大砲のダメージとか受けないですよね。ボムタワーなんかも受けないで、空中に対してターゲットを取る施設のダメージしか受けないので、呪文そんなに回復呪文とか、まあ、いらないっちゃいらないですよね。でシングルインフェルノと対空砲さえしっかりとそこで、こう抑えることができちゃえば、あとはどん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 、ドラゴンの素の力で押していけちゃうっていう、まあ、メリットがあるんじゃないかなと思っていて、でそこをですね、なんていうのかな、有効活用するっていうのがまさにこの、クイヒーパートと相性がいい点かなというふうに思います。今回のパターンなんていうのも、これですね、厳しいクロスボウ角にイエティを投げ込んで一気にそこミニイエティとイエティ投げ倒していきますね。そめてもクロス4本とか食らっちゃうとさすがにアーチャークイーンやられちゃうので、そこは厳しいのでちょっと、しっかりとですね、突撃艦を放って、ダメージを下げていくということをします。であとは逆に言うと、もうそれさえやっちゃうともうアーチャークイーン止める施設ってそんなないですよね。ここに、まあ、投石機があるんで、これまあ怖いから多分レイジをここ一発撃っていくのかな。撃ちもしないか。もうどん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 アーチャークイーンとクイヒで撃ちますよね。火力がそんなに高くないところをどん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 こう削っていきます。でその中に対空砲とかあとは投石機とかドラゴンパートで、脅威になるような施設っていうのをこう、含めながら削っていくというところですね。でそうしていくとあとはドラゴンっていうのはもう外周をさっきも言ったように舐めるだけで済んじゃうんですね。もうほぼほぼ言ってしまえばクイヒープラス突撃艦で、この上半分のこっちを削っちゃうっていうような感じですね。こいつとあと突撃艦こいつかで削っちゃうっていう感じですよね。ものすごい仕事量をしてくれるなっていう感じがすると思います。でドラゴンってやっぱり束になっているところにレイジかけてトーム使ってあげればもうその束になったドラゴンの火力で一気にこう施設を押していってくれるわけじゃないですか。まあ当然ですけどね。こんな感じでドラゴンが今すげえ密集しながら相手のヒーローたちと対空じゃないわ、シングルインフェルノあとタウンホールこれを投げ倒していってくれてますよね。まあ、数は減っちゃうけどもってところがあります。全然押し切っちゃうんですよね。でそうなってくると、火力が高いところにドラゴン一気に当てて、身を削りながらそこを、突破してもらう。で残った外周部とかもドラゴンで削っていきながら大事な中心部をこうアーチャークイーンで、クイヒーパートとして削っていくという形ですね。まあ、こんな風な攻め方ができちゃうので、まあ、ポイントになってくるのはやっぱりそのアーチャークイーンをどこを歩かせたら、まあ、主要な施設を、潰せるのかなっていう、もうルート決めで、そのルートを決める中で、ヒーラーがやられちゃうポイントだったり、あとは、火力が高すぎてもうレイジを使っても、クイヒーが、持たなくなっちゃう場所みたいなところを見極めながら、まあ、そこを避けるないしはフリーズを使う今みたいに、突撃艦イエティであらかじめ削っておいてダメージを避けておく、まあ、そんなような、ね、選択肢の3つぐらいあると思うんでそれらを使い分けながら突破していくことができれば、あとは、その力が強いドラゴンはねそんないっぱい呪文を使わずに、マグロンダボーデンさんをつけながらこうしていくという格好で取っていけちゃうっていう、まあ、そんな攻め方ができるなっていうところですね。いやーでもこれまあやっぱりそうは言っても難しいですよね。アーチャークイーンのクイヒーパートってこのタウンホール13の簡素レベルになってくると、まあ、そうそう簡単に最後までクイヒーを生かすような攻めってさせてくれないので、まあまあその非常に難しさはあるんですけどもね。ランゲさんの攻め見てもらいたいと思います。これランゲさんやっぱりクイヒーうまいですね。どこ通していくと思います？これこのねクイヒー通す場所がまあすげえなっていう感じがするんですけども、ランゲさんここを狙っていきますね。さすがまあ世界選手権出ただなっていう感じがしますけどね。スーパーボールブレーカー2体持っていってますね。やっぱりクイヒーにはスーパーボールブレーカーですね。ランゲさんが使っているっていう点からも、まあ、この、ユニットの選択肢っていうのが、すごくいいっていうのがなんか分かってもらえるポイントかなっていうような気がちょっとするんですけども、こんな形で、角度つけて入れていきますね。これ角度つけないと多分、こちら側にこうね、アーチャークイーンが特にバーバリアンキングなんかに引っ張られちゃって、この中に入っていかないっていう、まあ
リスクがあるからじゃないかなと個人的には思ってますけども、まあ、こんな感じ、壁の中に入れていって相手の防衛軍ですね繰り出していきながらしっかり と、数の多いゴブリンたちある程度数が出てきたところでこうポイズンかけていきますね。そうすることによって後ろから来るネクロマンサー本体がこのポイズンの輪に入るこのタイミングもバッチリですね。いやーうめえな、やっぱ食い火のこのテクニシャンと言われてる方は本当すごいですね。まあ、それでもギリギリちょっとネクロが生き残っちゃいましたが、着以外抜いておしまいという形ですね。で、中心部にこう入っていきましたので、あとはここもそんな火力がもうないですよね。イーグル砲と投石機も壁がここ2マス空いてる状態なんで、ここね、壁、なんていうのかな、次の施設までに、ここまでに、3マス空いてるぐらいだったら、その奥の施設に、ワージャックピーのダメージが届きます。と言ってる意味は分かりますかね。でもそこがちゃんと、ランゲさん見極めて、今、クイーンがいるこの区画に入れていけば投石機まで折ってくれるだろうというふうに多分踏んだんだろうと思います。ただちょっとその期待外れて、壁を殴っちゃいましたけどね。でここでアーチャークイーンが怒ってしまうんですね。なんですけどもこれそのディガホグにスイッチするっていうのがまあやっぱりこの攻め方の美味しいところですよね。アーチャークイーンにクイヒパートプラスドラゴンとかだとさっきみたいに、ヒーラーがもうそこで死んでしまうんですけども、そうではなくてディガホグだとこうねスイッチしてディガホグライダーを回復してくれるっていう、まあ、あのクイヒーが本当ね、自信持ってできる方はやっぱりクイヒーディガホグをやるケースが多いんじゃないかなって思います。万が一の事故にも備えられるね、その保険をかけられるっていうところがものすごく美味しいですね。まあ、残念ながら 1% 残ってしまってこれ99で終わっちゃうんですけども、今言ったようになんていうんですかね、あのアーチャークイーンのクイヒーパートでどこまで削れるかっていうのがまず分かることが大事だと思いますね。壁を、なんていうのかな、壁をじゃないな、3マス先、の3マス間が空いている場合は、打てる。ここですね、この壁が1で、ここにこの部分っていうのがここ、ちょっと見にくいなすっげー見にくいな、ちょっと待ってくださいね。この投石機で例を出すと、こう壁がこれ1ですよね。で、ここに2マスありますよね。これ、合計で3ですよね。で、この3だったら、その奥にある、ここから投石機が射抜けるわけなんですね。これ、イーグル砲も射抜いてましたよね。っていうこと。これよりも1マス離れちゃうと射抜けなくなっちゃうんで、ここを最低限分かっていれば、まあ、どこに、アチャ君入れていき、いけば、まあ、どこら辺まで壊してくれるかなというね、ターゲット計算ができると思います。で、逆にこれ分かっておかないと、アチャ君突入させたはいいけども、壊せないとこからいっぱいダメージ受けまくっちゃって、耐えきれずやられちゃうというケースにも繋がりかねないので、まあ、そこは要注意かなというふうに思います。いや、ランゲさんのやっぱ食い火はすごいですね。ゴリ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 来て、やっぱ見てて気持ちいいなっていう食い火な、気がすごくするんですけども。さて、ですね、ラスト見ていきましょう。ラストはドララですね。まあ、これまでですね、食い火ドラゴン、2本全開見てもらいましたが、必ずしもまあ、食い火がいいっていう、場合、だけでもないっていうことですね。こんな風な場合、中心部にめちゃくちゃ火力がこう詰まっている、施設っていうのは、村っていうのはなかなか食い火を突っ込ませていこうと思っても、まあ、難しさがあるのかなっていう気がします。でそういう場合に、まあ、スーサイドを使うっていうのはやっぱりありなのかなと一つ思うところですね。今回ヒーラーを入れてないので見てもらったら分かる通りこれドラゴン10体いるんですよね。ドラゴン10体プラスバルーン10体この数の力で押していくと、で押していくためのお膳立てが今やっている、ライトニングドラゴンプラスバルーンに、レイジクローンをかけてこう破壊していくこの通称茜式と言われるこの序盤の展開で、さらにはこれ11時側ですね、ここがここでしっかりキャンプを壊したところを見計らって、ババリアンキングプラスのアーチャークイーンで、このロイヤルチャンピオンの対空砲を狙っていきます。ドラゴンってやっぱりですね、対空砲がすごく苦手になってくるので、そこに関してヒーローで処理できていくと、まあ、だいぶ後が楽になりますよね。と思ったら対空砲壊さないな、対空砲は近いからドラゴンでいっちゃったんですね。そうか、そうか。ちょっと、何を言ってるのか分かんなくなってきちゃいましたけども、このヒーローパート、狙いは完全にドラゴンたちが中心部分のイーグル砲と、このギガニフェルドに向かっていくためのサイドカットですね。失礼いたしました。ドラゴンたちを一番火力の高いところにこう向かわせていって、
で、1本目の動画の時かな、2本目の動画の時かな、言いましたけども、ドラゴンの数溜まっているところにレイジプラスフォームを打っていくことによって、もう一気にその高火力タイプを蹂躙していく。というそのまあ使い方っていうのをここでも見せてくれてるなっていうところですね。そうすることによって、中心部かなりの火力が集中してましたけども、横並び直線並んだドラゴンがまとめてレイジとトームに乗っかって、一気にそこを乗り越えてくれたということで、後半部分のこのドラゴンの生き残り方やばいですよね。あと、対空砲がなんとか一気残ってたんで、多少こう削って削って、一矢報いてくれてましたけども、まあまあ、全然もうそれぐらいじゃ、なんだ、止められない数のドラゴンが終盤残っているという格好ですね。まあ、なので必ずしも空飛を使うのがいいかっていうと、まあまあ、そういうわけでもなくて、こういうふうに、火力がある程度ここに集中してますよっていうことが見えてる場合には、もうドラゴンラッシュで一気に押し切っちゃうと、まあ言う手もあるんだと思うんですけども、まあその分ね、空飛使っちゃうと70枠だから、またざっくり3体ぐらいのドラゴンっていうのは、数減らさざるを得なくなっちゃいますんでね。なんですけども、空飛でゴリゴリ中心部分まで向かっていける、配置の場合には、先に見てもらった3本みたいに、空飛をどんどんこう中に入れていって、ドラゴンたちの天敵となる施設を壊していきつつ、外周を、ぐるっとね、こう、ドラゴンパートで、呪文をあんまり使わずに、潰していくと。こういう手がね、結構、クイヒーうまい方で、クイヒールートが見える場合にはおすすめなんじゃないかなっていうふうに思います。で、その時にやっぱ大事になってくるのは、どこに入れたら何が壊せるかっていう、そのポイントを見極めることですよね。で、スーパーボールブレイカーがあるんだったら、あとはそこに対してしっかりクイーンが入っていくサイドカットができさえすれば、壁はまあまあ、そんなにですよ。絶対とは言いませんけども、難なく開けられるというふうに思いますので、まあ、こんな形でですね、自分の壊した施設、どこにあるのか、それを見極めながら、クイヒを中に入れていく。まあ、こんな練習っていうのも、今度ね、フレンドリーチャレンジ、ユニットを作らなくてもできるようになる、作らなくてもできるようになって、語弊があるな。マルチを回す用の、ユニットと分けてこうね、無償で、編成変えれるようになるので、これまでクイヒをやったことがない方っていうのもね、まあ、その作った、ヒーラーが無駄になったりってことがありませんから、ぜひぜひね、試してみてもらって、クイヒもし、よろしければこれからね、始めるなんていうことも参加にもなれば、まあ、この動画嬉しいなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひですね、FOXFOX0 さん、そして私のいる関西クラクラクラブにも皆さん遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思いますので、今後もよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。